としての居場所もなく。起きろ少年。君かい。私の受水を邪魔したのは。え、受水？知らんかね。受水、自殺だよ。ボンバグやもん。あやっぱりバカだな。大丈夫でしたか？つまんないね。その魂の診断試させてもらった。そういえば何のお仕事？なーに、探偵だよ。この街で生きるコツを一つだけ教えてやる。こいつには会うな。会ったら逃げろ。この世には異能力を持つ者が少なからずいる。その力で成功する者もいれば身を滅ぼす者もいる。僕にできることか。死を恐れよ、殺しを恐れよ。こりゃ最高の眺めだ。100億の名画にも勝るぞ。太宰さん、何を読んでるんですか？いい本。僕たちの本丸は今日も花丸。ごめんなさい。このアニメはとある本丸の
とある刀剣男子たちによる花丸な日々の物語。アニメ刀剣乱舞花丸、2016年10月放送開始。僕はまだ何も分かってなくて、君だけど僕でいるから、セリフのように聞こえるかもだけど、真っ暗な道をがむしゃらに走ってた。愛してるその言葉だけ小さな手のひらに握って、君はただそう少女の戦いと友情の記録。この命に代えてもエイルシュタットは守ってみせる。ミレ様、手を。週末のイゼッタ。ラグビーにはエースストライカーも4番バッターもいない。ボールを持ってるやつが主役なんだ。オールアウト、かかってこい。結果は勝つか負けるかのどっちかで、負けたらもうコートには立てない。あなたをぶっ倒して全国へ行きます。優しくて温かい、ちょっと変わった家族の物語が始まる。アニメうどんの国の金色蹴鞠、日本テレビ西日本放送他にて2016年秋放送開始予定。
尻に始まり尻に帰る。ここからうちのサクセスロードが始まるんやな。タワーマンションに住んで高級車に乗ってごっそ食べ放題や。相手よりも速いスピードと尻数の多さで戦うのが合っているかもね。豊口モンです。これからよろしくお願いいたします。私オーバーこそね。今年の生徒たちいい感じじゃない。もっともっと強い一撃を挑め。継承をやるからには少しでも強くなりたい。鍛えたうちの尻力見せたるわ。焦らず強くなりましょう。まさか先生とやり合うことになるなんて。あなたの動きは全て把握しています。一世一代の舞台にします。負けたくない。尻を知らずして勝利なし。負けない。勝って上に行く。くらえ望み。さあもう後がないわ。まだまだ足りない。今は目の前のレースに集中ですよ。うちは勝ちたい。この目の前の壁を乗り越えたいんだ。